こんにちは、ゴッドコウタンならぬゴッドコウタン次郎でございます。今回は鬼滅の刃の鬼舞辻無惨さんっているでしょう、ラスボスですね。こいつを倒していきたいと思う。でもただ倒すだけじゃ僕にとっちゃ余裕すぎるってことで、今回はこいつと同じぐらいのレベルまで僕を下げるためにこれを使う、ラッキーブロック。これを1スタック用意したので、今回はこのラッキーブロック1スタックから出たアイテムだけで鬼滅の刃のラスボス鬼舞辻無惨を倒していきたいと思います。もしかしてあれ、鬼舞辻無惨ラスボスってのネタバレかな。まあいいや、僕アニメ生だし。早速1スタック壊していこうかな。一応ね、鬼が出ない時間帯であるお昼間にこのラッキーブロックを壊していきたいと思う。まず1球目、鉄のツールか。鬼舞辻無惨に効くかな、鉄ツールって。2つ目、ポーション類。これはいいね、自分の体力を底上げできる。特にタートルマスターのポーションっていうのは耐性4がつくわけだから、鬼舞辻無惨の猛攻に耐えるかもしれない。ポン、これはゴミだな。これもうんこだ。これはいい、これはいいね。これ攻撃の速度がめちゃめちゃに速いわけだから、鬼舞辻無惨が僕に対して反撃する間もないでしょう。スポンジ、これもゴミだ。ポーション、これもいいね。これはゴミ。あ、いいね。1個のラッキーブロックが4つに分裂したので、これは結構、いい、びっくりした。金のエンチャンとか、まあ、金リンゴは自分の体力の底上げになるし、いいです。で、アンラッキーポーション、これは良くないな。ラッキーポーションにしよう。あ、ちょっと待って、ごめん。君のことを傷つけるつもりじゃなかったんだよ。どうか死なないで。ポーション投げてあげようか、君に。再生能力だ。いや、僕にたくさんポーションのエフェクトがついた。これを使って鬼舞辻無惨を圧倒することができるかもしれない。なんか僕、リーチ長いな。あ、こいつね、即死攻撃食らうのよ。こいつの足元行ったら踏んづけられるかもしんないから、鬼舞辻無惨をこいつの足元でわざとスポーンさせてしまおう。はい、こいつはいい、食料源になる。いや、鼻いらない。え、待ってくれ。さ、ちゃんとした、なんか、戦力になるようなものが欲しいな、ゴッドコウ。あ、強そう。待って。お前を倒す。お前を。何お前を倒す。お前を、倒す。え、どっから矢出てる？あ、僕？ラッキー読みってそういう？え？僕に対してダメ、攻撃が食らわれたら勝手に矢を発射してくれるっていう、そういう弓？なんかありがた迷惑だな、それ。僕が走ったら自分に矢当たるじゃん。じゃあ次、何個目か忘れた。あ、装備、こいつはいい。これは嬉しい、普通に。ダイヤモンドチェストプレートは自分の装備の防御力になるからな。花、いらない。いらない。たまら、食料。卵、これは、まあ、オブジェ。ラッキーカウ。こいつに対してバケツで右クリックしたら、なんか美味しい牛乳とかくれるのかな、って。えい。あー、ダメだった。違う。でっかいラッキーブロックね、実は壊したら爆発するんすよ。あー、そんなことなかった。危ない。あ、キモい。お前は気持ち悪いから、とりあえず、殺す。うわ、よし。で、残りが32。ちょうど半分だ。ポーションのエフェクトが切れる前にさっさと全部壊し終わりたい。装備、鉄のチェスト、鉄のヘルメットもらおう。待って。鬼舞辻無惨、ちゃんと倒せるかな？装備が金装備だけど、大丈夫？なんか鬼舞辻無惨じゃなくて、なんかそこら辺のさ、子供の鬼とかにしとくべきだった？危な。いや。あ、トライデントだ。これは嬉しい。遠距離から鬼舞辻無惨を一方的に攻撃できる手段として用いましょうか。こいつどんなもんだ？何だ、エンチャントついてる。あー、わからん。いや、ポーション、スライムブロックか。エブレポーション、あ、マジ？あ、これはいいぞ。このなんか、エブレポーションってやつ使えば、鬼舞辻無惨を殺せる。鬼舞辻無惨はこれを受けて死ぬ。これは人参か。金の人参っていうのはステーキよりも回復量が高いので、食料としては優秀ですね。次。金のリンゴ。これは、まあ、遠くに逃げるため。これもいらない。全部なんか、ノリで壊しちゃおう。ノリで壊せば、なんか、ごめんなさい。どっか行って。どっか、待って。もしかしてこれ、
弓を放ったらさ、ランダムな効果が出るとか、そういうんじゃないでしょうね。自分に対してデバフがつくような、そんな何かが出てしまうのは、自分的には何か嫌ですよ。そっか、ラッキーソードも同じだ、多分。殴れば、その殴った回数だけ何かが出るっていう、そういうノリかも。え、飛んでった。リンゴ食って、で、こいつから出てきた変なアイテムもらっておこう。ダイヤモンドのヘルメットか。まあまあいいでしょう。次。こいつはまあ食料源になるかな。ディスペンサー。これもいらないな。なんだろうな。なんか、面白げのあるような、強そうな、何かとか、ないんすかね。強そうな、そういうの。ああ、そっか。この弓使えば、もしかして奈落まで通ずる穴とかを、勝手に自分で作り出すことができたりして、で、奈落にまで、鬼仏寺無惨を落としてしまったりとか、あと、天候を晴れにするラッキーブロックとかを引いて、鬼仏寺無惨を倒すとか、そういう何かを今思いついたんだけど、ちょっと、今もちょうどね、全部僕終わったんですよ。全部のラッキーブロックを壊したんですけれども、いいアイテムがない。全然ない。僕、鬼仏寺無惨これらで倒せるんかな？まあいいや、物は試しってことでやってみるか。ラッキーブロック今64個すべて壊し終わりました。今から鬼仏寺無惨を倒していきたいと思います。肌が弱くて日光恐怖症の鬼仏寺無惨さんはなんでか夜じゃないと活動できません。クンキッズみたいですね。参加勢と同じような時間サイクルで活動しているようですよ。審議官湧きますね。あんな澄ました顔しておいて。さあ、さあ来い。八つ目。いや。ほっほっ。え、なにそれ。え、え、い、い、え、嘘。え、今、え、今何したあいつ。ちょ、待って。あのさ、まず、第一に、それ何？僕が今せっかくさ、頑張って集めた装備を全部無駄にするような攻撃じゃん？そういうの良くないな。なんか、弓で一発当てただけじゃんかよ。君に対してちゃんとした攻撃出せれてないぞ。いい、今さ、弓で僕攻撃したんだけど、体力バーが1しか減ってなかった気がすんだわ。何それ。あ、怖い怖い。もう君もしかして、ネザライトの剣で一旦殴っていい？体力1しか減ってないよね。このモッドにしか追加されてない武器とか装備があるんですよ、実は。これじゃないと倒せないとか、そういうノリですか？もしかして。じゃん。ちゃんと、日輪刀とあと、かまど炭治郎の装備来た。多分、この鬼仏寺無惨、ラッキーブロックで作ったような、マイクラ内での最強武器は、多分歯が立たない。てか、多分、ダメージ1しか出ないと思う。だから、ゴッドコーターン決めました。こんな感じで、鬼仏寺無惨に対して、有効的なダメージを与えられるような装備と剣を作りました。これが、これです。あと、アニメ勢だから、なんか、この武器の名前とか、ちょっと、あんまり触れたくないし、R キー押すたんびになんか左側に火の呼吸とかいう聞いたことない名前の呼吸がめっちゃ出てくんのも、まあ、これもちょっと触れないでおくわ。とりあえず、サバイバルにして、鬼仏寺無惨と戦ってみよう。装備高っ。よし、じゃあ行こう。鬼仏寺無惨。鬼仏寺無惨。お前。お前邪魔。じゃ。検証結果、ラッキーブロックごときじゃ、鬼仏寺無惨に歯が立たない。あ、これいける。これいける。これ。ダメだな。やっぱ無理だ。チャンネル登録と高評価よろしく。僕にやってほしいことあったら、じゃんじゃんコメント欄に書いてね。バイバーイ。と思ったんだけどさ、鬼仏寺無惨って日光の前だったら無力にこうやって燃えてくのよ。なにその携帯。ほら。だったらさ、日光と同じぐらい熱いであろう溶岩って鬼仏寺無惨効くのかな？ネザーの溶岩の中に一回鬼仏寺無惨のことを落としてみるわ。いや。あ、いや。いや。ゆ。あ、ダメージ食らうんだ。ダメージ食らうけど、でも体力の減りはいつもと変わらない感じ？床伝どう？お日様が苦手なんでしょ？溶岩は大丈夫？溶岩って岩が溶けた液体だから大丈夫って感じ？だからセーフ？でも太陽も同じような感じでしょ？あれなんかのガスが燃えてるから太陽なんでしょ？
じゃあ普通にさ、火打ち石で炎をつけて燃えるのと何が違うの？え、何が違った今の。同じ？お日様で燃えるのと、太陽をそのライターで着火して燃えるのって、なんか変わったりするんすか？ああ、まあ、お日様って昔から神聖なものだったりするし、そういうのも関係するのかもしれないな。ということで、今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしく。なんかこの剣すごいな。